どうも皆さんこんばんは。こちらは自由民主党公認公明党推薦の中山康秀でございます。今日はこんな台風がもう2日後に日本に上陸をするという中、たくさんの皆様方にお集まりをいただき、こうやって最後の本当の終盤の終盤、自民党頑張れ、公明党負けるな、政府与党に託したぞ、そんな思いでたくさんの皆様方がここに一堂に会してくださったこと、本当に心から高い壇上からではございますけれども、ずっとこの選挙戦のただ中にご支援を賜った地元の皆様、支援者の皆様方に心から感謝を申し上げます。まずはありがとうございます。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 そして私たち自民党と1999年以来ずっと一緒に、あの3年3ヶ月の野党時代も一緒になって頑張って歯を食いしばりながら政権を奪還し、5年間のあのデフレ時代から経済を成長させ、雇用を成長させ、しっかりと一緒に頑張ってきてくれた公明党、有党公明党の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして今日はあちらにピンクのジャケットを身にまとわれた帰宅選出の山本智子公明党大阪市会議員もお越しです。そして選挙中、明石直樹大阪市会議員も一緒になって頑張ってくれました。そして宮古島区の八尾進先生もそうです。みんなで一緒に頑張ってくれた。そして何よりも悔しくて悲しかったことは、東成区の選挙区を実はもぎ取られて、そこでも乗り気の直美さんにも選挙区が変わったにもかかわらずご支援の輪を広めていただいたことも付け加えて感謝を申し上げておきたいと思います。実は今回の選挙戦、私いろんな政治家がこの場所に来ていろんなことを政策を申し述べられたと思うんです。だけど2週間の選挙戦を戦いながら、私が一番感じたことは何だったかというと、各候補が立派なことを言う、美辞麗句、いろんな耳障りのいい政策を言う、だけれども言う前にその人自身がいくつ政党を変えてきたのか、なぜその以前いた政党をお辞めになられたのか、一体これからどれだけあなたは渡り鳥のように、ヤドカリのように、カメレオンのように色を変えるのか、ブレるのか、それを一番最初にその候補者、政治家に問うてから、それから政策を聞かなければ、有権者の方が立候補者に綺麗な言葉で騙されてしまうんじゃないかなっていうのが、私一番の実は心配でした。その点は中山康秀では、そして自民党公明党は約束ができることがあるんです。何か、私たちは一度もぶれません。たったの一回もぶれません。私たちはしっかりと連立を組んで、先ほども申し上げたように下野したあの3年3ヶ月の民主党政権の時代も歯を食いしばって、ぶれずに一緒にやってきたから、有権者の皆さんが一定の評価をしてくれたんだと私は信じています。個人的には私はそれこそ小泉進次郎と何も変わらない世襲の政治家3代目です。中山家っていうのは、大阪で自由民主党が非常にこの市内は厳しい環境だけれども、しかし良識ある大阪市民、有権者の皆様方のお支えのもと、自民党ができる前から親子3代自民党なんです。私自身も25歳の時に初めて選挙を戦って衆議院選挙に打って出て、今現在47歳になりますけど、22年間自民党なんです。一回も変わったことない、一回も裏切ったことはない。それが私の誇りなんです。政治家としての最低限守らなきゃいけないポリシーだと私は思ってるんですよ。政治家がね、コロ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 ヤドカリのように変わって、カメレオンのように、昨日まで平和安全法制を反対って言ってた連中が急に賛成なんていう、希望
って私思います。私は29歳の時、小池百合子さんの政策秘書をやってたことがあります。それから小池さんが総裁選挙出る時は、私自身が小池さんの選対本部長を実はやらせていただいたことがありました。私は小池さんのことを嫌いか好きかって言われたら好きです。ちょっと救急車来たから一回止めますね。すいません、失礼しました。私は小池さんのことが好きか嫌いかって言われたら好きです。好きですけども、好きだからこそ小池さんに申し上げなきゃいかんなと思ってることがあるんです。それは、小池さん、自民党の総裁選挙にまで出た総裁候補なんですよ。総務会長もやり、ずっと安倍内閣で重要閣僚もやられたじゃないですか。安倍総理から同じ釜の飯を食った内閣の一員として、今小池百合子さんが安倍内閣打倒だ、安倍一強許さないと言っているあの言葉は、私は慎んでいただくべきだと思う。それと同時に、民主党を割って、まあ立憲民主党、そうじゃない、どちらかというと憲法改正の人たちと、民主党自身が持ってたジレンマ、このジレンマをシャッフルして、ブレにかけて、改憲派の人たちを集めたまでは良かったけども、しかし小池さんが一夜にして民主党を崩し、そして三都物語と称して、この大阪まで出てこられて、愛知県の大村さん、大阪の松井さん、3人が一緒に大阪のホテルで記者会見を選挙前にやる、あの姿を見て、私はこれは一体何だろうと思った。全く利害が一致しない3人、もはや選挙期間中にすでに空中分解してるじゃないですか。それを小池さんはおそらく、あの記者会見をしている最中にもうすでに分かってたと私は思ってます。だけど今回、大阪から見れば希望の人たちと維新の人たちが、この大阪府下の選挙区で住み分けてくれたこと、このことが私たち自由民主党安倍内閣から見てどういう意味を表すのかということがよく分かった。それは何か、あれだけ松井さんや吉村さん、大阪の維新の人たちが、私たちは安倍官邸と近い、私たちは安倍総理と近いと言ってたけども、それが全部カモフラージュだったってことが分かったじゃないですか。彼らが今一緒になって、安倍内閣打倒と言っている小池さんと一緒になって、私たちと国政のこの選挙で一線交えて、この選挙期間中に維新の大阪の吉村市長や松井知事が一言でも、私たちは安倍官邸と近いんですって言ったことがありましたか。はい、はい、私は一切聞いたことがない。しっかりと大阪の維新を信じて、自民党から党員だったのにもかかわらず、自民党を不都合な理由で入れなくなった議員の人たちがどんどん維新に抜けていった。かわいそうにその人についていった党員党友の元自民党員は、正直私はかわいそうに笛吹きに踊らされてんじゃないかなと思うんです。だから私たちはやらなきゃいけないことがある。私は大阪の自民党の府連会長として、筋金入りの大阪のずっと親子三代裏切ったことがない自民党の政治家として、私はこれからも自民党でじーっと待ってます。その人たちの帰ってくるのを待ってますよ。かわいそうに騙された人たちがいっぱいいる。その人たちが帰ってくるのを待ってる。来る者を拒まず、去る者を追わずという言葉が昔からありますよ。必ず賢明な元自民党員の人たちは、私たちのもとにまた再び一致結束をすることは私は
間違いないと思うんです。私は親子3代政治家の家に生まれ育って、私が私なりに法則を見つけました。これは何だったか。日本の政界では一過性のものは一過性で終わるってことなんです。新進党もそうです、民進党も民主党もそうです。名前挙げてたらキリがないぐらい、やっぱり最終的に思う判断は触れないことだ、触れないことが一番大事なんだということを最後は私は分かりました。これからもまた救急車が来ましたからちょっとスイッチ切ります。タオルすみません、タオル。失礼しました。今回のこの選挙で私が今お伝えしたことは、私自身が候補者として政治家として感じたことです。そうかそうかって言って皆さん納得してくれたら嬉しいなと思うんです。そしてもうあと時間はもう数分しかありません。最後に申し上げたいこと、それは私は一番今回の選挙で自分自身が政策を訴えたこと、中心に訴えたことは他でもありません。外務副大臣として頑張らせていただいた、その経験を培わせていただいた、その経験を生かしてしっかりと今度は中東から北東アジアの北朝鮮外交、これをぜひ私にやらせてください。北朝鮮と私いつでも行きますよ、交渉に行きますよ、今度はヨルダンから平壌に行きますよ。そのぐらいの勢いで拉致被害者の皆さんを奪還をする、そして北朝鮮にミサイルを撃たせないための外交努力、これをぜひ安倍政権としてやらせてください。それが私の最後の皆様へのメッセージです。どうか皆さん、今回の選挙は一大阪市の住民投票とわけが違う。大阪市のこととかそんなちっちゃい話、国政選挙じゃないんです。今回は外交、治安、防衛、安全保障、これが選挙の肝です。どうも皆さん、私を信じて触れない中山についてきてください。触れない自民党についてきてください。小選挙区は中山康秀で、そして一緒にやってきた有党の公明党も頑張ってますから、ぜひ自民党の皆さん、比例区は公明党、一緒に頑張って自公連立で勝とうじゃありませんか。よろしくお願いして、ご挨拶に帰ります。それと最後までこのハートの頑張れ、ハートの頑張れ言ってくれてありがとう。安倍晋三総裁が来た時もこのハートの看板が安倍総理を守ってくれた、そのことを最後にお礼を申し上げて、皆さんに感謝の言葉を申し上げて終わりにします。どうも本日ありがとうございました。選挙お世話になりました。ありがとうございました。